さあ本日は8時44分からの観測となります。昨日は雷雨がありまして、夜中も雨が降ってたと思うんですけども、やはり少しこう濡れてますね、はい、あ、そして低い雲はちょっともやってる感じです。霧が通っているのかなという感じも見えますけど、11時半となりました。ちなみにぶどう結構食べられてしまいましたね。あ、8にも食べられてるわ。ほら、はい、あ、ハトさんがいます。暑い太陽、日差しが出てきました。ただちょっと大気不安定かな。向こうの方の石油みたいな感じでうわーっと広がってます。ほら、これは今日もちょっと大気不安定ですね。そういう気がします。雨は降ってきてもおかしくないかな。ちょっと雲の様子を見てみようか。あ、ポツンと来たか。ネズミだ。ネズミちゃんがいます。フフフかわいいな。あ、フフフ、あ、こっち見た。フフフ、現在の時刻は14時10分ですね。ちょっと風が出てきた感じです。そして気温はブルージュは高い感じがしますね。少し雲がやっぱまだ多いですけど、氷点下積雲もありますが、今のところ雨は降っていません。あ、白の鳩。
という感じです。ネズミちゃんは来ませんね。夜あたり来るかな。17時40分ですね。いやちょっと今日は疲れましたね。疲れたってあれね、ちょっと寝不足もあって、明日今日はちょっと寝なきゃね。漱石現場広がってる天気の不安定さを少し解消された感じがしますね。